い、というわけでやってまいりました。今日はですね、福袋を買いに行こうと思います。オートバックスにね行ってみようかなと思います。今日ね1月2日なんですけども、10時から、初売りということなんですが、もうすでにね10時20分ですよ。ちょっと昨日の晩ね飲みすぎましてね、もうちょっと寝坊しちゃったんですよね。まあそんなことで今から、オートバックスに向かっております。まだあるかな。すごい本日セール、すごいなんかね、これ上りがねいっぱい立ってますね。なんかスタッドレスタイヤとか安いんかな。今年ね、そんなに寒くないですよね。今、神戸でね、気温が9度です。これめっちゃ安ない？アルミホイールと N ボックススペーシアなど、タイヤホイール4本セットかな。今のところそんなに人はいませんね。なんか安い。あ、これか、福袋。いや、福袋どこにあるんでしょうね。あ、これね、2000円。福ピカ、これもええな。これ何が入ってんの、中身がもう分かるな。掃除道具が多そうっていうのもあるな。ぐるっと一周してみましょう。カーナビのキャッシュバックね、5万円、最大5万円か。30万円以上買うと5万円ね。今カーナビってどれがいいんでしょうね。すごい、これ10型もうテレビみたい。17万8千か。一番安いので7型これか、7万9800円ね。これで5万円カーナビキャッシュバック。あ、こういういろいろセットもあるよな。安全セット、ドライブ録画セット、あ、下取りもできるのね。ホンダ2018年式4万5000円下取りか。レカロとかは安くなってないみたいですね。広告の品、この掃除道具やら革グッズが結構安いな。これ掃除機か、2500円か。これええんちゃう、掃除機。こういうのいいよな。これスーリー、いいな。フィットにこれつけようかな。高そう。これなんぼすんのやろ。こういうのがいいかな。最近ちょっとね車中泊にしたいなと思ってて。これぞ、ポーンと保冷ができるのか。ジャッカリ。これ欲しいよね、電気ね。たっぷり大容量で、6万4800円ね。まあ、一番安いので3万6000か。100ボルト電源が使えるよね。これいいな。あ、これライト？ちゃうわ、虫よけって書いてる。そう、こんな感じでキャンプしたいんですよね。10万から20万ぐらいの間か。フィットやとどれになるんやろな。これぐらいかな。10万ぐらいするんですね。カタログちょっともらって帰ろうかな。あ、これニューモデルはちょっと高いな。24万かするね。ちなみにキャリアの作業工賃3500円からと。ここめっちゃスーリー置いてる。これ何？小さい脚立が置いてある。あ、これいいな。折りたたみコンテナ、ほら手すりついてる。こういうのは椅子にもなると。こうやって開くんだね。まあこれ掃除道具か。おしゃれ掃除道具いいね。もうあの防水シートカバー、ちょっと座りにくそう。まあ、これもね上は蓋になればねいいんですけどね。すごい、ドローンまで売ってるぞ。これねマビックミニね、 199g。 これトイドローンですからよく売れてますよね。54,000円、売り切れ。 DJI、オズモポケット、360度カメラも。ドラレクも安くなりましたね。ケンウッドが4万5000円ね。これめっちゃ安いわ。5台限り1万円切ってる。スマホのね厳罰化ということで違反が3倍になったみたいですね。スマートフォン持って交通事故した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金か。
6点即免許停止ね。前は変更前は2点だったんですね、それが6点。いや30万は痛いな。それよりもこの即免許停止っていうのがね一番痛いですよね。携帯電話保持でも、10万円以下の罰金か。普通車で 1.8 万円ね。まあお金というより3点。そっか、携帯電話持ってるだけで3点引かれるの、それはやばいな。っていうことでこういうのが今売れてるんですかね。これちょっと使いづらいやつもありますからね。おこれええやん、これダイハツの何やったかな、ハイジェット。うわすごいなこれ。ハードカーゴね。いやこれ今一番やりたいですよ。あーこんな感じか、かっこええな。軽トラックハードカーゴキャリアが、8万9000円ね。結構するな。こんなただのフレームが、あそうそう、最終形こうなるんですよね。なんかカバーつけてハードカーゴキャリア専用のフォロー79,000円。ちょっと YouTube で紹介するから車貸してほしいな。あこういう、あこれカッティングシートか。中は普通やな。この分こう荷台がね、はみ出て運転手もいいみたいですね。ホイールこんなん鉄チンやけどなんか可愛らしい。あいいな、軽トラ欲しいな。はい、福袋を買いに来たんですけど、なんかね、なんかあの福袋どうですかね、なんかあんまりいいなと思わなかったんで買いませんでした。今回2000円ねもったいないですよね。あんまり、まあ、あれ3500円ぐらいで、まあ、からまあ5000円ぐらいのものが、まあ、3000円から2000円という感じだったんですけどね。どうもね、なんかどうも買う気がなかったですね。ちょっと中古車もねここ売ってるんで見に行ってみます。うわすごい、これ S6 めっちゃかっこいい。これクーピーさんが乗ってるロードスター200万切ってますね。ホンダ N ボックスカスタム163万8000円か。限定1台早い者勝ち。プリウスは162万ね。こっちは142万ね、この N ボックスカスタムいいんじゃないの、これ黒くて黒光りしてる。これええよな、160万な。届け出済み未使用車ってことは、これ新車、ほぼ新車なんですね。なんか10万円のプレゼントカードとか、いろいろつくみたいですね。ニスモ、これ確かハイブリッド車やよね。おアクア105万、そろそろモデルチェンジしてもいいよね。あこれいいや、98万。うん、ハイブリッドカーも安くなりましたね。年式が27年式ね、アクア。はい、というわけで結局福袋を買いに行って買いに行かないという動画でした。いやもうね今日はねいいねボタンいいですよ。まあね、まあどうなんでしょうね福袋ってね。皆さんね、私はあんまりねお得ならお得、まあ確かにねあれ掃除道具お得でしたけど、必要なのかどうなのかっていうところもありますよね。いや本当はねもう YouTube 的にはねもう福袋ね今の全部買ってねバーッと開けてね見せるっていう動画が本当はいいと思うんですけどね。使い分けて、いやこの道具が一番良かったとかね、いろいろやりますよね本当はね。まあでも私やりません。もったいない、あれ犠牲、いやもったいないっていうかね、いや必要ない、必要なかったです。すいません。オートバックス初売りに、もうタイトル変えるわ、オートバックスの初売りを見に行った動画にしますっていう感じで、じゃあねバーめちゃくちゃやな。